さんこんにちは。コミューの死にかけラジオ、アロマの話をしたりしなかったりということで、今回はですね、アロマの話ではないけど、私和精油を扱っているものとしては、日本のですね伝統文化っていうのはやっぱり非常に興味がある分野の一つなんですね。でその中でクラブハウスでご縁をいただきまして、私ですね、かわいい練り切りの作家田中千里先生とですねつながることができました。クラブハウスで直接ではないんですけど、クラブハウスで知り合った、桜子さんという方がですねご紹介していただいたんですけれども、桜子さんもすごいんですよ。5次元でですね人をつなぎまくるっていう、本当に人と人とのご縁をつなぐ人ってすごいですよね。で田中先生とですね知り合ったんですけれども、田中先生の、1回ですね練り切りの、レッスンですね、体験レッスンに参加させていただいたんですね。でその時はズームでつないで先生の手元を見ながら、それぞれ送っていただいた練り切りのセットもそれぞれ分量も測ってあるんですけれども、それぞれ色がついてて可愛い牛皮を混ぜ込んだあんこなので、こうモニモニとですね粘土みたいに形を作っていくことができるんですけれども、その練り切りで可愛いんですよね。またね、色がなんて言ったらいいんですかね、なんか通常のカラー粘土みたいなのに伸ばすと、丸めたり伸ばすとはんなりとした色味、パステルカラーみたいな感じになってくるんですよね。でまたその中に包むあんこなんですけれども、普通の小豆のこしあんとか粒あん派っていらっしゃると思うんですけど、なんかねそういうあんだけじゃなくって、チョコレートあんとかいちごあんとか、あとね紅茶のあんもあって、でまたそれもですねそれぞれが全部美味しいんですよね。そうだから練り切りの生菓子ばっかりですね、同じ味ばっかりで何個も食べるもんじゃないなっていうのは、私昔茶道をやってた時も、大体こうねお茶を一服飲むいただく前に和菓子を一つ食べてから、お茶をいただくっていうような流れだったんですけど、ね何個も食べるもんじゃないですよね、あれね。そう1個で十分っていう感じなんですよ。でも田中先生の送ってくださったあんがですねそれぞれお味が全然違うので、めっちゃねいくつも食べたくなるんですよ。そうだからうちの子も練り切りいろんなねタイプ作ったんです。うさぎちゃんとか、あとなんかこう水玉とかね、いろいろ作るんですけれども、でもね中のあんこが全部ね味が違うから、全部ね半分ずつとかパッコーンって割って食べてましたね。すごい楽しそうでした。で粘土細工みたいな感じでこう自由に割と造形できるので、なんていうのかな、その人の個性とか性格っていうのが現れてくるんですけど、ですね私は割とそういうの作るのが好きなので、なんかサクサクとこうちょっとずつね器用に作るんですけど、でもそれでもやっぱりその伝統技法というか、春のお題だったら例えば桜のね形をした、練り切りを作るんですけれども、その桜の造形っていうのが結構難しくって、苦労しました。すっごく上手に作られているね一緒にレッスンを受けていらっしゃる生徒さんがいらして、もうなんかもうすっごいなって思いました。もうなんかこうちょっとこうちょっとその1ミリ以内の世界なのでちょっと平らにするとか、ちょっとこうちゃんと角が揃ってるとかね、もうそういうのでねすごく綺麗になるものなんだから、職人さんってやっぱすごいんですよ。ああいうなんかこう菊の模様とかね、こうヘラを使ったりとかしてやっていくんですけど、すごいですよね。改めて尊敬しました。でそんなそのなんかこう割とすごいきっちり作らないとやっぱ綺麗にならないんだねとか思いながらやってるこの私の横でですね、スーパー自由人なうちのおちびはですね余った練り切りで、先生のお題に出されていない、自由創作を勝手に始めてですね、でできたのが何とも言えないピンクの生地になんかこういろんな粒々がですね生えてるようなよくわからないものを作って、で私が一生懸命横でこうねお題のものを作ってる間にそれを作ってるもんだから、先生から「あすごいね、それ何作ったの?」って言って聞いてもらって、「これはねただの」って言いましたね
なんか聞いてる大人たちがみんな一瞬頭がえってなって、ただの何みたいな。いやー、子供のなんだろう、なんか自由な発想力ってこうなんか斜め上を行くなって思いましたね。さて、そんなですね、我が家の記載がですね、次に一体何を作るのかっていうのが楽しみなあの大会がありまして、で、あの自分だけのねオリジナルの、まあ、練り切りを作っちゃおうっていうことで、あの可愛い練り切り親子大会っていうのが今度開かれます。あのこのね、日本の伝統的な和菓子の練り切りなんですけれども、この粘土みたいなね可愛い色をした練り切りで、あの簡単に本当にまあお好きな、ね、ものを作れるんですけれども、もっとねこれね一人一人が自由に作ったらいいんじゃないって言って、まあ、うちのねあのただのみたいな感じでね、自由な発想で、あのもっと自分らしい和菓子を作ってもいいんじゃないっていうことで、田中先生がですね今度4月の23日土曜日のお昼の1時半から3時半までなんですけど、かわいい練り切り親子大会っていうのをズームで開きます。でこちらですね、あの材料とかを発送する時間が必要なので、予約の締め切りは4月17日までなんですけれども、あのベースの方からですね申し込んでいただくと、佐藤先生からですねかわいい練り切りのセットが送られてきます。で当日はあのズームで皆さんでね顔出しをして参加していただいて、であの自分のねあの好きなように作りますよ。でまずみんなでね2種類の可愛いネリティのデザイン、まあ、あのスタンダードなやつですね、うさぎちゃんとあとドット柄を作ると、だいたいね基本的なねこの、 あの造形の仕方が分かってくるので、そうなると次はもうねもう応用でもう好きなように作っていただけます。これ結構ね大人の方もねストレス発散になるというか、集中できる作業ってやっぱマインドフルネスになるんですよね。であの粘土遊びってそういうなんだろうな、あの心理的にねあのいい作用があるので、結構こうセラピーにも取り入れられたりしてますけれども、手を使って、でしかもこう柔らかくタッチできるようなもので、しかも自由に造形ができてコネコネできるっていうことで、本当にねなんかね一心不乱にしてしまうようなものです。でしかもまああの春のね土曜日に親子で参加できるということなので、あのぜひなんだかなって言ってどこ連れて行ったらいいのかなみたいな感じで、こう土日のねお出かけ先とか悩んでらっしゃる方々は、あの楽しい大会になるのではないかなと思っております。そう、こういう練り切りとかね、だって作れるようになったら、例えばなんかまあちっちゃい子から参加できるんですよ。あのまあ赤ちゃんはなかなか作りにくいかもしれないんですけど、幼稚園児とかだったらもう粘土遊びしてるじゃないですか。で可愛いの作りたい年頃の子もいるわけですよね。でそこから小学生とか中学生ぐらいで、もうだんだんなんかこう技巧とかが分かってくるようになったら、もしかすると本当にその和菓子職人さん顔負けのようなねあのものを作るような子どもたちも出てくるんじゃないかなと思って、私も今からすごい楽しみにしてます。ゆくゆくはですね、あのコンミュ個人の野望としては、ゆくゆくはこのあのアンですね、この間あのツイッターで見かけたんですけど、黒文字あんを作ってらっしゃる方がいらっしゃって、黒文字あんも絶対美味しいよねって思うんですよ。黒文字チョコレートとか、あの杉の香りがするチョコレートとかもね、あの M.A. ファブリーさんで和歌山の方で販売されてたりとか、あと柚子の香りがねするチョコレートとかもいっぱい販売されているので、こういうねこう和精油にまつわるような香りで、しかもなんだろう、こう和菓子の雰囲気と合うようなものをですね、ちょっとこうコンバイン、まあ、ミックスして、でこう創作練り切りで、しかもこうなんだろう、特徴的な、ね、しかも美味しいで香りと味のするお菓子ができたら嬉しいなと思っております。うん、アロマの話も少しだけ知れましたね最後に。はい、というわけで、4月23日の可愛い練り切りの親子大会ですね、こちらはですね、あれだ、ペライチの、リンクをですねコメント欄のところに貼っておきますので、あの気になる方はぜひチェックしてみてください。すごいね、写真見ていただいた方が、あのあ可愛いって本当にね思っていただけると思うんですよ。できたらね、あの土曜日なんでせっかくだからお父さんの参加もねぜひぜひお待ちしておりますので、当日私はそうですね、あの親子で参加しつつ司会としてあのひょっこり現れるかもしれないんですけど、あの皆さんのご参加お待ちしております。ではでは。
you.